あの中にはねいたんですよあの座禅のサークル仏教のねと思って行って一生懸命やってだんだんこうね成長してってこの私の座禅がね良くなって一生懸命やってたら実はそれが統一教会だったということで、はい、統一教会に信者となってしまった人もいますその座禅のサークルの中でねちょっと高かったんですけど「魅力菩薩を買いなさいと」と魅力菩薩の像をね まあでもこういうところの、ね、私たちのグル、指導者が行、ね、ってくれるので買いましたと、それを持ってしばらく経ったらだん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 これは統一教会とわかってその方もマインドコントロールが進んでいったと、なんと最後、この弥勒不足は実はこれは文鮮明の像ですと言われた、でもそのぐらいマインドコントロールが進んだときは何にも疑問にならないんですだからよく演説である日突然家族が統一教会の信者ということがわかると、そのときどうされますかということを言っているのは 統一教会というものは、ある日突然しか分からないんですよ。だってその方が座禅のクラブとかサークルに行っているときというのは、本人も統一教会というのは分からないんです。魅力菩薩を買ったときは魅力菩薩を買ったと思っているんです。どこかで断ち切るしかないんですよね。この断ち切る力というのは、やはり政治にしかないんですよ。我々が再度立ち上がって、声を上げて、そしてこの選挙の中で、 我々と同じ考え、もしくはね、こういうことをやってくれる議員たちを排出していくしかどうしようもないという状況ですよね。こうなってくると、小さな単位でやっぱり直していくことも大事かなと思います。ですから、やはり地方議会、今回本田さんとかね、萩山さんとか、もちろん私たちもそうですし、そういうことを目指してやっていくというのは、 この中で一つずつ解決をしていく、いいものを作っていく、その地区を変えていくということが大事です、で日本代表とかが候補者を出していないところ、じゃあそういうところどうしたらいいのと言われたときに、やはり皆さんが何人かでまとまって、もう少なくてもいいですよ、まとまって地元の議員さんたちにどんどん声を出さなきゃいけないです。